東ローマ帝国皇帝の一覧王朝による分類は後世の歴史家によるものである。正式な君子号として東ローマ皇帝を意味する単一の称号は存在しない。4世紀には古代ローマ帝国のインペラートル、カイサル、フラビウス、アウグストゥス等のラテン語の称号がそのまま使用された。例えば6世紀の皇帝ユスティニアヌス一世もアラマン人のゴート人の フランク人の、ゲルマン人の、アント人の、アラン人の、バンダル人の、アフリカ人のアウグストスとは名乗った。7世紀のヘラクレオス治世初期にはギリシャ語のバシレウスが用いられ、後にはアウトクラトール、カイサル、フラビオス、セバストス内氏はアウグストス等も使用されるようになった。一方で古代ローマ式の征服称号はヘラクレオスを最後に用いられなくなった。 旧世紀になると、カール大帝との称号をめぐる争いの結果、ローマ人のという就職語が付加されるようになり、以後は滅亡まで一貫して、ローマ人の皇帝を名乗るようになった。西ローマ帝国の崩壊後は、唯一のローマ皇帝として、ギリシア、イタリア、シリア、北、アフリカなどの地域に、先制的な君主として君臨したが、次第に、東ローマ帝国は本拠地である、 ギリシャ地域を治めるのみの帝国となっていった。また、文化的、人的、軍事的にもギリシアの影響が強くなり、国外からは単なるギリシアの皇帝とみなされることもあった。東ローマ帝国自体と同じく、西ヨーロッパ諸国やルーシ諸国からはギリシア皇帝ともみなされた。ローマ帝国で東西の分裂が高級化した時代から、古代ローマ皇帝としての権威を引き継ぎ、 古代ローマから続く軍隊、元老院、市民の指示によって即位するという建前を守り続けた。日本人の研究者の間では、公用語がラテン語であったフォカスまでをラテン語で公用語をギリシア語に改めたヘラクレオス以降はギリシア語で表記するのが一般的であり、ここでもそれに従っている。ただし、日本では一部の名前が慣用として、古代、 中世のギリシア語の発音からかけ離れた音に乗っ取っている場合があり、すべてがギリシア語に忠実なわけではない。1453年、東ローマ帝国滅亡、井上、青沢 1998,P40。井上 2009,P297。ラテン語のインペラートルに相当ラテン語のアウグストゥスのギリシア語訳井上 2009,P298。P 直お1999、ピアニッシモ403から404、オストロゴルスキー2001、P257。井上 2009P20、オストロゴルスキー2001、P280。注釈、ありがとうございます。